こんにちは。ンバーアカデミー堀秀夫ですえ。今日は東京にね、えー、結構な大雪が降りまして、えー、埼玉の方でも、ね、埼玉といってもかなり東京よりの、えー、越谷市ですけど、雪が降りました。娘がこのように、ね、雪だるまを作って、まあ、ご満悦でしたね、えー。雪だるま作りたいから、雪のあるとこ連れてけと言われたんですけど、ねえー、降ってくれたね、どこにも行かず。 近所で住んじゃったというね、まあ、大変、えー、娘にとっては待ちかねた雪だったと。まあ、ところが、ねえーまあ、毎年毎年というかね、まあ、雪が降るたびに思うんですけど、な、ま、ぜ、あ、かね、えー、ノーマル対応のまま車で外出したり、スニーカーや革靴,革靴で、気球性の低い外出をする人もいると。ね、これ渋谷の バスを待つ行列すすごいですよね、えー、こうなるの分かってるのになぜこうなるまで何もしないのかと、ね。駅も大混雑。まあ予想、予想つきまくりですけどね。えー、なぜ、ね、こうなることを分かっててここに突っ込んでいくのか。ね、雪が降ってるなら行列したり駅で待つのが好きなのかなと。ねえー、でレインボーブリッジ、ね。50台動けずと。ノーマルタイヤの、ね、車規制しなきゃね。 え車止まんの当たり前ですけど、えー、まあ、止まると。ね。都内で雪による事故399件。ね。まあ、事故起こるでしょうね。えー、そんな歩き慣れない人が滑る靴履いて歩いていれそれは滑るよって感じなんですけど、まあ、東京に雪の度に何百件も事故が起こると。ね。東京の人は雪に対する学習効果というものがないのだろうか。まあ、多分 雪国の人とか、雪が降るのが当たり前の地域の人はね、そういうふうに不思議に思いますよね。初めて雪降ったらね、まあ分かりますけどね。毎年降って、雪の度にこうなるよって言われてるまま、まあその通りになると。自分の身に起こるまではね、他人事のようにして気にしてないというのが、まあ人間の特性なんでしょうかね。まあもといね、えー、まあ雪が降ったら、ノーマルタイヤで運転するのは危険です。これ危険っていうのはね、 え危ないからやるべきでないってことですね。坂道に入ったらまず動けなくなります。上りなら上れなくなりますね。下りなら止まれなくなりますで。ハンドルもブレーキも効かなくなりますから、まあ凶器になると。ねえー、これは危ないんでやめてくれって感じですね。で緊急性の高い,場合は外高い場合以外は外出しない方がいいと。 でね、ああやっぱバカ揃ってるなと思ったのが雪降ってるから迎えに行こうか的な電話をね、えー、家族としてる人がたまたまいてい,やいいよバスで帰るからとかなり賢明な返事をしてましたけどまあね、えー、ノーマルタイヤ履いてチェーンも履かないままね、えー、車でわざわざ駅に家族を迎えに行くと、まあ、その頃らい迎え ね、動けなくなるか雪でどっか突っ込むかねえー、止まれなくて他の人を引いちゃうとか、まあ、そういうのがよく起こるんでしょうねえー、まあだからね普段乗らない車わざわざ雪が降ってるから分解に行こうかと活躍させちゃおうと思うというね、まあ、恐ろしいシチュエーションがありますねそれとねスニーカーや革靴で雪道を歩けば転ぶの当たり前とねこれあの 雪に慣れてる人だってスニーカーとか革靴だとね、転びます。というか、雪とか氷道に慣れてる人はね、スニーカーとか革靴で、えー、雪とか氷道を歩こうとは思わないですね。まあ、この、えー、できっこないのにみんなやってるからとかね、普段通りのことをやって、えー、やっぱりできずひどい目に遭うというのはね、これ雪に限らずビジネスでよく見かける光景だなというのがね、えー、いつも思うんですけど、まあビジネスだとね、えー、やっぱ、 なんか稼げなかったで終わってまあ別に怪我をするわけでも死ぬわけでもないんでいいんですけど雪の日はね怪我しますんで、えー、その雪の時の注意というのは守った方がいいですであと階段はとても危険です、ね、自分は慎重にしてもね上の人がね、えー、会ってってねバッグやスーツケースを落としたりとかね人間ごと落ちてきたりとかしますからね、えーまあ、雨の時もそうなんですけど特に雪の時はもう、えー、手すりつかめる つかみながら上、えー、り降りするというのをね、えー、守った方がいいです。これね、えー、手すりないところにいて上から人とか物落ちてきたらどうしようもないですからね、えーまあ、階段ってね、えー、その事故に遭えば分かりますけど、事故に遭うまではね、えー、そのいかに危険な場所かって分からず、えー、安直に歩いてる人いますけど、すっごい危険な場所です。でこのようにね、初心者というのは、えー、慎重にならなきゃいけない場面でね、えー 対応する、場ピンチになった時に対応する実力はないのに、まあ、強淡になったりね。あるいは、そこビビる場面じゃないよというところでね、ビビったりします。まあ、初心者がどの場面でどれだけの注意すべきかがわかるわけではないんですけど、まあ、雪道の注意もするようにね、えー、逆にテンマアカデミーでは、初心者でも稼げるように、ね、アマゾン輸出サポートを提供しています。まあ、ビジネスってのはね、ある意味戦場ですからね、 えー、初心者が何も分からず、よたよた歩いて、えー、うまくいくわけがないというシチュエーションになってます。ところがね、えー、ビジネスやった人が、やったことがない人ほどね、いや、そこはあの、当たって砕けろって、まず砕けますよっていう場面で砕けてみたりとかね、いや、そこやってもあの、失敗してもね、えー、どうってことないんでやってみましょうよというところでビビって止まったりね、わけの分かんない行動しますんで、えー、やはり、えー、道先案内には必要かなというふうに思います。 ま、もとにね、まあ、とりあえず、まあ、ビジネスやら何やらの話はいいとして、えー、雪の時はね、えー、普段と同じ靴で歩くとこけますんでね、えー、まあ、ギザギザがたくさんついてる長靴とかね、えー、登山靴とかね、そういうの持ってない人はね、えー、基本的に外出しない方がいいですね。えー、毛病を使って会社休むとか学校休むとかした方がいいです。で、それからね、えー、車、ね、ノーマルタイヤしか持ってない、チェーンも持ってない、ね、 ま,あまず東京界隈でスキーやらない人がね、スタッドレスタイヤつけてるわけないと思うんで、チェーン持ってない人はね、えー、運転しない方がいいです。雪道運転したことないのにね、これからチェーン買って雪道運転しましょうとかね、わざわざぶつかりに行くようなもんですからやめといた方がいいです。まあ、そんな形でね、えー、犯さなくてもいいリスクは犯さないと。ね、で、雪ってのは、あの、普通に、 思ってる以上にね、えー、慣れてない人がたくさんで動いてると危ないシチュエーションになってますんで、本、ま、当、あ、ね、えー、これだけ降って、なんでこんな馬鹿げた、えー、事態に毎回なるのかなと不思議に思うんですけど、まあ、ただビジネスのサポートをしてるとね、えーまあ、そこ、そこ慎重に行こうと。 いうとこね、えー、慎重にいかないとかい、それどうでもいいじゃんというとこね慎重になるっていうのをね、まあ、日々見てると、まあ、それと同じシチュエーションだなというのはね、えー、よく分かりますんで、まあ、雪の怖さ、なめる東京人、雪が降ったことない場所に住んでいる人は、ねえー、何に注意すべきか、何,何に注意、えー、しなくても大丈夫か、分かってないケースが非常に多いというお話でした。